アホーイアホーイ、ホロライブ3期生宝生海賊団船長の宝生マリンです。今日はね、新衣装お披露目を前にね、皆さんに新衣装先行公開したいと思います。新衣装お披露目ってなんだじゃん。ということで、皆さんご覧ください。みんな、マリンのおっぱい、ないなっても愛してくれますか？船長のおっぱいなくなっちゃったけど、おっぱいなくても愛してくれる？君たち、聞いてくれますか？このおっぱいは誰に触れたかっていうと、船長の母、赤さ愛、そしてルシアのパパ、安幸先生、そしてルシアに座れました。ルシアからこのイラストが出てきた時、ルシアから危機としてチャットが来て、もうまあマリンには返せないねって言って、ウキウキでチャットを送ってきました。船長は言ってやりました。今下見てみっつって、現実から目を背けるなって言ってやりました。でも船長のおっぱいなくなっちゃった。みんなおっぱいなくても愛してくれますか？夢か。びっくりした。はい、みんな怖い夢見ちゃいました。船長のおっぱいがなくなる夢、ちょっと待って。あー、よかった、おっぱいがある。みんな、おっぱいがあります。